はい、皆様おはようございます。レベソライダー吉です。はい、昨日の夢島街道ラーメンツーリングから一夜明けました。昨日は楽しかったですね。愉快な仲間たち集まりました。いろんなね、 YouTube とかブログとかコミュニティで皆さんつながってる。で、 YouTube のね、上げ方とかコツとかいうのを、ラッシュスポーツコシさんにもいろいろ教わりました。やはりね、皆さんいい動画を作るために結構苦労はされてる。はい、はい、参考にさせていただきたいと思います。で、昨日の収穫、私とその日暮らしさんが 50cc、それ以外は皆さん110なり125なり、はい、で株、皆さんね、快調に走らせてましたね。燃費なんて一体60いう方もおられたね、すごいね。で、まあ、ああいうしまなみ海道、夢島海道、そこら辺を走るいうね、楽しみいうのをちょっと、味わってきました。で、もう即動いてます。ああいう株系とかね、ああいうバイクもありだなと、今日はですね、ボルトでお出かけもしてるんですけども、ホンダドリームへ行ってみようと思います。もうわかるよね。はい、カブとか、モンキー、あと何があるのかね、はい、試乗車があるのかな、ちょっとこれはね、乗らず嫌いいうのは良くないと思いまして、ちょっと乗ってみようと。はい、もう私の周りがもうビッグバイクなりオーシャなり持ってる友達、気づけばカブ欲しいんだとか、もう買うかもしれない、予約入れてる方がもう周りほぼほぼです。まあね、昨日の理由、そういった走りを見てると欲しくなるよね。で、試乗ができればと思ってちょっと行ってみようと思います。はい、どうなることやら。はい、よろしかったら最後までお付き合いお願いいたします。9時ぐらいにやってまいりました。この先にね、ホンダドリームさんがありますんで、試乗できるバイクあればいいね。どうでしょうか。相変わらずここは多いね。うわー、おいいですね。なかなか行かれない。これはすごい。はい、ホンダドリームさん到着です。あ、カブの試乗車ないんかな。ないっぽいね。どうなることやら。はい、結局試乗車ありませんでした。どうもね、この試乗車&レンタルバイクということで1日貸し出しをしてるみたいですね。はい、これが試乗車なんですけども、今日は予約が入ってしまっていたということで乗れませんでした。今ね、注文入れて納期見て、だいたい去年の8月に注文入れて今月納車とかいう話です。人気ありますね。これ生産がタイ工場、タイで作ってるみたいで、まあそれなりにコロナの影響で減産で、コンテナがないんでね、日本になかなか入ってこないということです。仕方ないね。で、店舗に月に1台ずつぐらいしか入ってこないらしいです。でもかっこいいな。で、人気あるんで、もう制約手付け2万円もう入れといてくれたらですね、ずっと予約受けたまりますということでした。で、キャンセルも全然 OK いうことです。
途中気に入ったバイクが他のメーカーであったらキャンセルも OK、 手付金も返してくださるいうことです。いいね、これが人気車種、人気カラーらしいです。いやー、ちゃんと鉄なんだね、クラシックじゃない。いいね、ちゃんと加藤のステップですね。BS もついてる。はい、また市場に来たいと思います。ああ、叶わなかった、残念。はい、動画再開してます。さっと引き返してますよ。激沈、クロスカブ、モンキー、何もなかったね。やっぱ売れてんだね、試乗車さえ確保できない。試乗車ももう、お客さんのところに回さないけんのかな。すごい人気ですね。まあ1台ね、試乗&レンタルということでクロスカブがあったんですけども、あ、ハンターか、あれは、ハンターカブあったんですけども、先客さんおられたということでした。いや、残念です。まあね、まあそんだけ人気があるということですね。悩みますね。まあそれだけいいバイクだと思います。昨日もね、ツーリング一緒に行ってても皆さん非常に楽に走られてたし、はい、そうか、タイで作ってあんだけ人気があるんだな。まあね、2025年にはですね、排ガス規制が、これまで 250cc 以上だったのが、ここから原付まで、規制が入るということで、現行の株でも、まあ、排ガス規制通らない、販売できないいう状況になると思われます。なんで、まあまあ、2025年が、何かの区切りだと思います。ここから先、バイクの事情がどう変わるのかですね。まあパワーもね、ガクンと落ちるんでしょうね。ホンダの、はい、代表するバイク入手困難いうことの動画をお届けいたしました。本日もありがとうございます。